今回ご紹介するのは、元バドミントン選手の塩田玲子さん。塩田玲子さんは福岡県京都郡神田町出身。身長166センチ、体重60キロ、スリーサイズは非公開です。1983年9月30日生まれの39歳で、2012年にサッカー選手であった増島達也さんと結婚し、現在は2児の母です。塩田さんは小倉久美子さんとの美人ダブルス、オグシオで有名ですね。現在はタレントやお子様含めた家族で運営する YouTube などでの活動が中心ですが、可愛らしさの中に少しの色気が漂う表情や、セクシーな唇が印象的な可愛い系美人アスリートの草分け的な存在と言っても良いでしょう。オグシオとして北京五輪を目指していた頃からメディアの注目が集まり、一躍人気者になった塩田さんは、オグシオでロードトゥーベイジンという写真集を出しています。現役時代は、ほぼノースリーブ、ミニスカート風のユニフォームでプレーしていたため、競技画像を見るとセクシーカットも多数あります。胸は比較的コンパクトであるものの、ややぽっちゃりとした二の腕やお尻、太もも周りがセクシーだった塩田さん。試合中に立ったままかがんでタオルなどを取ろうとした時や、汗を拭いている時のカメラのシャッター音がものすごかった、と本人が語るなど、そういったショットを狙い撃ちされたようです。2009年からメディアに出始めた塩田さんは、スカート姿でひな壇に座ることもあり、スカートから下着が見えそう、などネットで話題になったこともありました。ファンの視線には苦言を呈している塩田さん。彼氏との営みに関してはアグレッシブなのでは、と噂されたりもしました。増島氏は、交際時に自身の SNS でハードなアダルト思考を共有してしまったり、かつて交際報道のあった芸人さんが変態という本人や芸人仲間のコメントもあり、この噂には若干の信憑性もありました。3歳からバドミントンを始め、小学生時代に全国3位、中学3年生で全国大会のシングルスで優勝、高校生でもシングルスや団体で優勝するなどトップクラスを走ってきた塩田さん。後にペアとなる小倉さんと小学生の頃から全国大会で対戦してきた盟友でもあります。高校を卒業した2002年に三洋電機に入社、同僚となった小倉久美子さんとダブルスを結成、全日本選手権5連覇、2007年の世界選手権で銅メダル獲得、2008年の北京五輪では5位入賞を果たすなど輝かしい成果を収めました。2009年にはロンドン五輪でのメダル獲得を目指して男女混合ダブルスに転向し、日本ユニシスの池田慎太郎さんとペアを組み、2010年には日本ユニシスに移籍します。ロンドン五輪出場の年の2012年、ヨネックスオープンジャパンをもって現役を引退。同年の6月にはスポルトプレゼンツ塩田玲子ゼロから始まるストーリーという DVD もリリースしました。最近では公式インスタグラムでミニスカートのゴルフウェア姿を披露するなど、可愛さや美脚も健在である塩田さん、今後の活躍にも注目していきましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。